男たちはみんな遠くへ行ってしまった。女の務めは待つことだけだった。そして水平線にはカモメが飛んでいた。カモメ、カモメ、カモメ、あたしのお願い聞いてほしいの。いつまでも愛されていたいの。年も取りたくない、お金も欲しくない、せめて空を飛ぶカモメになって遥かな緑の沖の向こうにあなたを迎えに行きたいの。帰らぬあなた待ってるあたし、私のお願い。